皆さんこんにちは。大分の高知親方です。今回もディーンの話題でございます。先日ご紹介いたしましたサマーリゾートライブのですね、思い出、今年神戸公演に残念ながら行けなかったということで、この動画につきまして、いろんなところでですね、励ましなり慰めなり、大変たくさんの反響をいただきました。誠にありがとうございます。チケットが白紙になったというところで経済的な悔しさもあるんですけど、仕方ないことですし、またですね、ご参加された皆様、本人の皆様もはじめが楽しめること、そしてですね、このコロナの状況が落ち着いて、また素直に心から楽しめる日を一日も早く願っております。今回はですね、またちょうど実は5年前にですね、同じようにディーンのライブ、今度はですね、普通のブレイク、ライブジョイという、普通のバンドスタイルの通常の、ツアーがございました。その名古屋公演に私参加しました。この名古屋公演でですね、ちょっと最初はアクシデントがあり、ただその後もうちょっと人生でも忘れられないようなものすごい奇跡も起こりました。今回もですね、本当個人的な拙い内容でございますが、このディーンの皆様との思い出、ディーンの皆様の魅力を知っていただければと思いますし、いろいろと、ある程度頑張れば奇跡を起こせるかもしれないというですね、お話をさせていただきますので、どうか最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、2015年に行われましたディーンライブジョイブレイク19前回恋心ということで、夏の恋歌を集めた前回恋心というアルバムを引っ提げて、のでツアーです。福岡公演もあったんですが、ちょっと福岡公演行けないということで、旅行がてら名古屋公演をお申し込みいたしました。でファンクラブ先行で、名古屋2日目9月5日土曜日分をゲットいたしました。で席がですね、なんと前から3列目、田川巨匠がギター側にいたという、非常に良い席でした。正直言ってファンクラブでも私は結構後ろの方を弾く外れの男なんですが、もうこの時はですね、本当に奇跡が起こって嬉しかったですね。ただですね、そんな中、喜んでた最中に私やらかします。この本番の数日前になんとチケットなくしちゃったんですよ。いや、ジュースどこ探して、家族総動員で探しても結局、見当たらずに、もう泣く泣く断念。ただやっぱもう名古屋にも行きたいですし、ディーンの、皆さん会いたいということで、一般で調べたところ、9月4日前の日の金曜日の夜だったら空いてるということで、その分のチケットを確保いたしました。ただですね、席は2階席でしたし、急遽仕事もですね、1日早く、ちょっと休みをいただくということで、職場の方には大変ご迷惑をおかけしました。また行きのフェリーもですね、確か1日前に調整したということでドタバタでした。もうね、それでも会いたかったんですよ。実際に会場行きました。これ2階席からシャミコーナー撮影が可能な時間から撮ったんですが、見てください、デラトーイガヤ。こう2階席から満足度が低い中で、なんかもうちょっといいことないかな、なんか貴重な体験とかできないかなって会場見渡すと、なんと会場でですね、物販がありまして、ニューアルバムですね、前回恋心、こちら購入された方には公演後にメンバーとハイタッチできる特典ありますよということで、悩みました。というのもですね、このアルバム初回限定版7000円相当と私実はもうすでに買ってました。じゃあちょっと安い方の通常版、3000円ぐらいだったかなと思うんですが、安い方買おうと思ったら、皆さん考えること同じですね、もうすでに売り切れでした。どうしようかな、もう7000円相当、もう7000円まで公演1回分でしょ、そこまでしてアイタッチしたいかな。さあ、結局買ってですね、ハイタッチお触りができるということなんですが、ただね、ハイタッチするだけでも面白くないし、なんかもうちょっと印象に残る思い出に残る方法がないかな。ふと私思いついたんですよ。そうだ、この公演の1週間後、私の地元でですね、 NHK のど自慢が行われました。で、私がその予選に参加することになりまして、
で、歌う曲がなんとディーンのスマイルブルーという曲なんですね。もう私の中でも本当大好きな曲ですし、まあ、思い出の曲でもございます。これよく考えたら、せっかくならそのディーンの曲を歌わせていただきますので、ディーンの皆様に、もうメンバーご本人に、私はあの来週ちょっと NHK のど自慢で歌うんですよということをご報告できたら、これはお互いにとってこれかなり思い出の来るというか良いことではないかなということで、よし決めた、のど自慢いっちゃるだということで、まあ、メンバーとですね、ハイタッチの時にこののど自慢に出る旨をお伝えいたしました。さあ、無事これが叶うんでしょうか。最初に出てき、ね、あったのが、ギターの田川真嗣巨匠です。さあ、のど自慢に、ね、出たと言えるんでしょうか。結果はね、ちょっと伝えられませんでした。あのね、スタッフの皆さんからですね、はい、ハイタッチだけですよ、おしゃべりとかできませんよっていうふうに言われて、まあ、圧をかけられてましたので、まあ、田川巨匠の場合はですね、どうもありがとうございましたって言ったら、田川巨匠もはい、ありがとうございましたみたいな感じで、まあ、普通の、ハイタッチで終わりました。正直ちょっと申し訳なくて悔しかったです。さあ、続いてもう一番の推しメンであります、ボーカルの池森さん。もうね、池森さんには絶対ね、伝えたいという気持ちでもう勇気を出しました。で、私が、あの、実は来週 NHK のど自慢の予選でスマイルブルー歌いますって言った池森さんが、おお、すごいよ、もう頑張ってよって言って、私のですね、肩をポンと叩いて激励してくださったんですね。あの、もう本当に嬉しかったですし、池森さんがもう目がキラキラしてまして、こういろいろ肩叩いて激励されましたね。まあ、余談ですけど、あのラゾーナ川崎2017年に47都府県ライブのですね、出発イベントがあって、たまたま私そこ行って行きました。で、その時握手私3回したんですよ、メンバー3回転して、もうその時にもう池森さんに覚えられてですね、おー、本当あれ、君ありがとうねって言って、まあ、結構肘とか触られてですね、まあ、あの、結構濃厚な接触をさせていただきましたけども、まあ、多分私が男性だということもありましたし、まあ、今回の場合のど自慢ということで、もう池森さんかなり喜んでらっしゃいました。もういかんせん私ももうニコニコでした。ニッコニッコニー。その池森さんとのやりとりを聞いていらっしゃったのはもう山根リーダーだったんですけども、隣でね、お伺いされてて、ああ、ありがとうございます。頑張ってくださいね。本当ありがとうございますって言って、こう、感慨ぶっかげに、爽やかにご対応していただきまして、本当にありがとうございます。ね、こう、リーダーのやっぱ歌声も素晴らしいですし、このまあ、ちょっと田川さんにはね、お伝えできなかったのは残念でしたが、まあ、リンのね、ボーカル、そしてリーダーの方にですね、直接頑張りますって、歌ってきますって宣言できたのは、本当にこう、貴重なことですよね。さあ、そんな感じで1週間後を迎えます。さあ、そしていよいよ NHK のど自慢の予選が始まりました。まあ、予選につきましてはまた別途動画を作ろうかなというぐらいいろいろな思い出がございます。まあ、予選にはですね、200名ほど参加しました。実は私の妹も参加してまして、で、かつですね、また私の同僚やですね、仲間もいっぱい参加しておりまして、まあ、かなり緊張感半端なかったです。実際ですね、まあ、ステージ立ってスマイルブルー歌うんですけれども、まずマイクにスイッチはありませんよと言いながら、スイッチを探してしまった私、そして目の前見ると800人のお客様、そして斜め、右の方からですね、地元の青年の先輩がタカッチ頑張れという声でハッとさせて、その上になんと私の妹がじっと見てて、もうこれで緊張飛びました。ノリノリで歌ったつもりですが、かなり声はわずったと思います。まあ、スマイルブルーという曲でございます。まあ、結果についてはですね、まあ、残念ながらでございました。まあ、だから今思うとですね、このディーンの皆様って本当、まあ、通常のこのライブツアーでも、まあ、ね、数百人単位されてますし、日本武道館でですね、1万人レベルの、ね、歌を歌われてますけど、これ緊張半端ないって、というわけでもうエンディングに入りますけれども、まあ、今回 NHK のど自慢の予選にね、参加するということで、まあ本当ですね、これどうなんですかね、今までもう何万人と多分のど自慢予選含めて参加されてると思いますが、こののど自慢の予選前に実際自分が歌う曲のアーティストご本人の方から激励をいただくっていうことなかなかないのではないかなと思います。まあ採用が馬と申し上げますが、まあ、もともとチケット、
ね、いい席で買ってたのが、まあ、なくなりましたと。ね、ただ、なんとか、まあ、周りの理解やですね、運もよく、幸い、まあ、2日目のチケットをゲットできました。で、その中で、まあ、このままでは終わりたくないという、まあ、熱い意志というか、まあ、お体力が出まして、その後、まあ、ちょっとお金をかけながらですが、まあ、なんとかメンバーと触れ合いながら、そして、のど島、出ますと。まあ、こう、お伝えできたこと、そして激励できたことは、これは本当に私の中でも、人生の中でも大切な思い出となっております。本当いろんな皆様に感謝申し上げます。デラ、ありがとうございました。まあ、Dのメンバーの皆様が覚えてらっしゃるかわかりませんが、まあ、なんかファンの方にね、こう、でっかい男のやつがなんか、のど島でスマイルブルー歌うって言ってたなっていう、覚えてくださっていたら、本当にありがたいです。夢の中でできたらすいません、ギャラもらいます。ということは、まあ、さておきですね。まあ、ちょっと強引なところもございましたが、まあ、なんとかですね、何か行動を起こせば、尊い奇跡を起こせるかもしれませんという、まあ、今回、まとめでございました。まあ、本当に個人的な内容ではございましたが、まあ、非常に貴重な体験でございましたし、まあ、皆様でなんかですね、今後、まあ、自分からチャンスを作っていくではないですけれども、まあ、教訓になれば幸いということで、僭越ながらご紹介いたしました。今回ですね、この個人的な拙い内容に最後までですね、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、高評価、よろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、ちょっと個人的に、まあ、どこまで積極的に作るかわかりませんが、今後もこうした、まあ、需要があれば特にですね、過去の、まあ、イベントやですね、ライブ参加、とかもしくはですね、いろんな曲のレビューなどもしていきたいなと思います。まあ、やっぱディーンが、ね、好きですから、ね、Love Forever ということで、これからもディーンの皆さんとお付き合いしていきたいと思いますので、どうか皆様もお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、また。